藤田さゆり、将来のために2年連続でやっていることとは、数え年では40歳なので卵子を、写真イコール MBN タレントの藤田さゆりが、非行少女、初の外国人非行少女として出演する。藤田さゆりは、韓国で本日、25日、放送される MBN、非行少女、に初出演する。4次元、個性が強く、ユニークな考え方を持つ人、非行少女、である藤田さゆりの非婚ライフが、視線を集中させる予定だ。藤田さゆりは、今は結婚より恋愛がしたい。しかし、必ず子供は産みたい。1979年の未年生まれで38歳、数え年では40歳だ。加齢で妊娠が難しくなるのではないかと心配だ、とし、卵子を冷凍保存したと明かした。藤田は、年を取ると、子供を妊娠できるかすごく心配になった。そこで、高齢出産に備えて元気な時の卵子を冷凍保存している。今すぐ子供を産まないとしても、前もって準備した方がいい。卵子の保存は、1歳でも若い時にした方が良いと言われ、昨年に1回、今年になって1回卵子を保存した、と明かした。特に藤田は、卵子の冷凍保存のために365日いつでも、卵子による、卵子のための、卵子中心ライフ、である日常を公開し、これまでの非行少女の中で最も強烈なキャラクターの登場を予告した。藤田は自身の卵子を保存している病院、妊娠のための人工受精センターを訪れ、体の状態をチェックし、卵子を安全に保存している無菌培養室を訪れて、保存中の卵子の状態をチェックした。そして、保存中の卵子を見ながら、赤ちゃんを見に来る気分だ。私の宝物たち、ママが早く来るから少しだけ待ってね、と独特な挨拶をして周りを驚かせた。他にも藤田は、女性専門の漢方医を訪れて、子宮に良い漢方薬を作ってもらい、家では子宮を元気にする妊婦用の、運動で一日を終えるなど妊娠を目標に元気な子宮、卵子を作るために24時間を過ごす日常で注目を浴びた。藤田さゆりの韓国発、卵子中心ライフの日常は、本日25日午後11時に韓国で放送される。